ドラゴンクエストウォークー。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ引いていきます。今回は何のガチャ引くかまだ決めておりませんが、とりあえずその場の流れで、はい、デスタム遊びガチャかパリーグコラボのガチャを引こうと思います。はい、というわけでですね、ちょっとガチャの、まあ、画面に入るまでお待ちください。本日からですね、新たな、まあね、メガモンなり、なんなり、まあいろいろとね、アップデートがありました。ということで、まあね、早速メガモンについてはですね、メガモンの新しい竜王強については、まあ先ほど攻略動画の方を出しておきました。ということで、まあそれはね、さておき、今回は、はい、ガチャの方をやっておきます。とりあえずね、1日1回の無料の CM 付きの単発ガチャ、やっていきたいと思います。はい、CM が、まあ30秒とか、かかって長そうなんで、ちょっとカットします。はい、CM が終了しました。ガチャがスタートします。はい、銀色宝箱スタートなんで、まあこれは無理か。はい、金色になっただけでしたね。はい。ということで、はい。まあ、流れ的にはね、あんまり悪くないような気もしますけれど、金色になったのでね、まあ、とりあえずでも、ボーナスダンジョンの方をやっていきましょう。はい。では、ちょっと竜王のパーティーだと、先ほど、まあ、よろしくないので、とりあえず、ちょっと普段のレベル上げのパーティーにしていきたいと思います。はい。ということで、はい。ではですね、早速やっていきたいと思います。はい。扉が開いて入っていきます。まあ、この扉がね、開いていくときに、扉がキラキラすると当たりが出やすいという演出なんですけど、その演出はね、なかったですね。ということで、行きましょう。はい、13章周回、キラーゾーン周回のパーティーになります。はい。とりあえず、カルベルビュートで一発で倒せるかなと見込んでるんですけど、どうでしょうか。はい。はい、一発でしたね。はい、とりあえずね、ゴールドが出ましたね。いい感じですね。はい、調子が上向いてきたのかもしれません。はい、ではですね、引き続き行きましょう。はい、引き続き行きましょう。はい、カルベルビュートさすがに強いですね。一発で終わりますね。まあしかも呪文なんでね、ミスがないっていうのもね、いいですよね。はい。ということで、まあとりあえずね、今回はゴールドが、まあまあ、当たりましたので、まあそれなりにいい感じなので、とりあえずこの後のガチャは、はい、デスターム遊びガチャ行きましょう。はい。マイレージの方で引いていきます。すでにね、ジェム100連投入しておりまして、で、まあ、武器3つという、なかなかの好結果が、まあ、出ておりますが、鎧の下がね、まだないので、とりあえず、まあ、期限内は、マイレージを投入して、鎧の下、狙ってみようかなと思います。まあ、ジェムをね、投入してまでやるところではないかなとは思いますけど、マイレージなら、まあ、いいかなと思います。ということで、一応ですね、ジェムの方は、100連まで、まあ、引いております。まあね、ピックアップ武器3つも出たからまあいいかなと思いますけれど。はい、というわけで、ちょっと待ってくださいね。鎧、これですね。はい、この鎧の下だけありませんということで、まあ、この鎧の下がね、出たら理想かなと思います。まあ武器でもいいんですけどね。はい。どうでしょうか。金色宝箱1個ですね。空の演出は、まあまあ、そんな強くないですけれど、虹色に、お、1個虹色になりましたね。銀色宝箱が虹色になりました。はい。はい。まあ、とりあえずね、虹色1個出たので、少し楽しみが出てきました。まあ、スラミチのカットインはなかったので、ピックアップが確定というわけではないのですが、はい。というわけで、お願いします。はい。鎧下は良かったんですけれど、まあ、デスピサロということで、まあ、昔のね、鎧でした。まあ、しかも持ってるやつですね。はい。ということで、まあ、今回はね、ちょっと残念ながら、外れ。まあ、外れに近い当たりというか、当たりに近い外れ。まあ、いずれにせよ外れですね。でございましたが、まあね、動画を見ている皆様には幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！